皆さんこんにちは、水村りなです。今日は東京で行きたいと思います。でりんこちゃんもね、今日は手の声でいます。お願いします。お願いします。今日なんで東京にしようかと思ったかというと、先日 A ちゃんから連絡がありまして、ダンサーの A ちゃん、よくお仕事とか作品撮りをねお願いしてる子なんだけど、その子からすごくね気遣いにあふれた LINE が来たんです。でそれを聞いた時にすごくなんかこういう気遣いって誰も教えてくれないけど、されたらお互いすごく気持ちよく今後関係性保てるなって思った、うん、でもそれって別にそう誰も教えてくれないし、はい、私が大学を卒業してから今までダンサーとしてこうやって接した方がいいよとか、うん、こういうことってあんまり教えてもらえる機会がなくて、現場を踏んで覚えたりとか、それこそそういうことをされて、あ嬉しいな、じゃあ私もそうしよう感じで学んでいったから、なかなかどこにも載ってない、うん、ということで、今日はそのいいなって思う暗黙の了解的なことをいくつか紹介したいなって思います。でまずね、何があったかというと、その A ちゃんから LINE が来たんだけど、それが衝撃的な内容でした。私的にはね、何ですかまずリラさん、お疲れ様です、いつもいろいろ参加してくれてありがとうございます。今度自分がある作品を作りたいんですが、皆さんのご縁で知り合ったダンサーズに声をかけたいと思って、見せてもらうために、うん、ただリラさんが同じ時期に何か作品だったりお仕事だったりをお願いする可能性があるならば、私かぶっちゃうので、そこはちょっと確認しておきたいと思って連絡しました。うわーと思ってそれは私すごく驚いて、別に言わなくてもいいと思う、それって。でも先のことまで考えて、今後もしさダブってた場合に、 A ちゃんのリハーサルがあるから私のリハーサル出れませんってなった時に、結果的に私に迷惑をかけてしまって自分のせいでっていうところを、こうしてね対応してるの。だからそこが素晴らしいなって思って、なんか私もそれはね結構勉強になったんだけど、だからその時は全然いいよって言って、そこまでね気遣いしてくれてありがとうって頑張ってねんだけど、その子はねそのことだけじゃなくて、例えばお仕事が終わった後必ず何か LINE でお礼の連絡をしてくれたりとか、自分の身に起こったことを自分の力で手に入れたっていうよりは、ちゃんとその縁をつないでくれた人に感謝の気持ちを伝えてる子なんだよね。だからそういうのを受けると、あ今後もお願いしたいなって思ったりとか、糸がさぐちゃぐちゃってならない、こうスッて毎回いけるよね。だからそういうところは素晴らしいなって思って、うん、ですよね。なんかそうやってメッセージをくれることでこっちも気持ちいいし、そこまで考えられる方っていうか、先を考えられる方だから、自分も一緒にその方とお仕事するってもしなった時に、そういう気遣いができる方っていうのがもう分かるから、すごくお仕事もしやすくなりますよね。実際その子はやっぱり一緒にお仕事すると起点が聞くから、あ次これですねとか、あじゃあこれやっときますとか、そういうのが分かるんです。だからそれがあったからそういう LINE をしてくれたんだなっていうことで納得はできるんだけど、すごく素敵だなと思って。だからなんとなくさ、ダンサーってお仕事終わりましたとか、踊ることがメインの仕事だから、それが終わった時点で自分の任務完了っていうふうに思いがちなんだけど、そこは人と人だから、つながりに対して感謝をしたりとか、作品がもしできた時はそれを SNS とかさ公開する時も、何かそういう縁の人たちをやっぱ思い浮かべてあれしたりとか、なんかそこって自分を作る上で大事だなって思って、だから今言った点で言うと、お礼だね、お礼とかの連絡、これなんかさ自分が言うとすごい気持ち悪いんだけど私も今までいろいろなね方にお世話になって、舞台だったり演奏だったりね、イベントだったりとか、その度にやっぱりそこに対して改めて、口で言ったとしても改めて伝えるっていうのはやっぱり大事ですね。今 SNS とかもあるからさ、リアクションとかでもいけちゃうじゃん、うん、本当それあったみたいなさ、パーみたいなのでも全然いけちゃうんだけど、そこはやっぱりね大事かなっていうのと、例えば4人ダンサーがいて同じお仕事で、そのうち2人はお礼の LINE をして、もう2人しなかった場合に、別に強制じゃないんだけど、なんとなくそのもらった側からすると、あこの2人はくれて、この2人はなかったなみたいな気持ちになったりして、全然それをね
強制することはしないんだけど、それってさ、人だから素直に嬉しいし、うん、そこはちょっと誰も教えてくれないけど、ね、なんか自分が別にそれでね、損することもないし、うん、やるのはすごくいいかなって思いますね、うん、他にないですか？他にありますよあとはね、やっぱり連絡ですね。ほうれん草は嬉しいですね。例えばスケジュール出してとかさ、あるじゃない、このスケジュールどうとかさ聞いたり、あとリハここなんだけどどうとかさ、当日の持ち物はこういうのあるとかさ、そういう話をするときに、まだわからないとき誰でもあると思うんだけど、今外に出てて確認できないとか、そういったときにそれを伝える。家に行って探したときに連絡するんじゃなくて、そのそれまで前段階っていうのはちょっと忘れられがちかな。その時になって連絡した方が、はっきり理由が分かってから連絡した方がいいっていう思考も分かるんですけど、でもなんかやっぱ逆の立場になって考えてみると、来なかったらどっちなんだろうって本当に分かんなくなるんじゃないですか。相手の立場になってとりあえず考えるっていうのもすごく大事なのかなっていうのは思いました。大事だね。 LINE をもらった子からすると、あ、スケジュールか、あ、でも何々さんに確認しなきゃいけないな、それが返ってくるのが明日の夜だから、明日の夜になるな、でもまだわからないから返信しないのになってなっちゃうかもしれないんだけど、その間に1日あったらいろいろ状況が変わったりとか、いろんなスケジュールも合わせてたりするから、その聞いてる方から、明日の夜にわかります、なので明日の夜以降に連絡しますっていうことを1個言ってあげると、じゃあなんとかちゃんは明日の夜以降わかるから、なんとかちゃんでとりあえずスタジオ押さえてとかになるね。そうですね。だからはっきりしてなくてもいいから連絡する。遅れそうな時とかもあるじゃん、バスが遅延しててとか、うん、で乗り継ぎがあって、でもその乗り継いだ先に何分遅れるか分かんないから、バス乗り継いだ時に連絡しようって思うかもしれないけど、とりあえず遅れることを連絡する、うん、でバスが何時に来るからその時に連絡します、でまた連絡する、都度連絡、やっぱり状況が変わったりする時にそれを送っておく。もらった方はさ、別に LINE なんて 0.1 秒ぐらいで読めるじゃん、うん、あ、そうなんだじゃああそこ行っとこうとか、先にじゃあ受付済ませておこうとかさ、何かしらアクションができるから、やっぱりそういう連絡だったりとかは大事かなって思いますね、うん、あとやっぱね、これすごい難しい、はいはい、難しいことですが、3つ目はさっき最初に話した A ちゃんのことと似てるんだけど、筋を通すというか、これはいろいろな考え方があるとは思うし、私もすごくハッとした部分なんだけど、例えば誰々さんの振付のお仕事で出会った監督がいました、ヘアメイクさんがいましたっていう時に、そのヘアメイクさんと知り合って、スタイリストさんと知り合って何かをしたい、作品作りとかさ、なんかいろいろあるじゃないっていう時に、一応出会わせてくれた人は一応話を通す。その A ちゃんがやったことも多分それのことだと思うんだけど、私を通して出会ったダンサーだから直接つながるんじゃなくて、一応通す。別に私は全然、あ、みんなね無所属だから全然私のものじゃないしいいよっていう風になる。その結果は変わらないんだけど、一応声をかけておくことで、知らなくて作品を見た時に、もしかしたらね、人によってはあ、みんなでやってるんだっていう風にちょっと悲しくなっちゃう人もいると思うので、私はそれを知って、お、え、いいじゃん、応援するっていう風になるんだけど、そこってさ、わからないじゃん。そうですね。だからそういう風に人とのつながりの中でうまくやっていくために筋道を立てるっていうのは結構大事かもしれない。お互いの関係がより良くなりそうですね。そう、そうそうそう。それがあれば助け合えるし、できた作品も、あ、見たいなって思うじゃん。その一言があると応援する気持ちになる。ちょっとセンシティブだけど大事なのかなって、難しいよね、そういうのはね。頑張りたい人とかは、お礼が頑張ってる人こそ多分お礼を言う人は多いと思うんですけど、なんか筋を立てるっていうのは、なんか頑張ってる人はなんかそのガッて目の前のことしか見えてない時もあったりするから、周りが見えてなくて自分のやりたいことだけってなっちゃうと、他の人との関係性も良くなくなっちゃうかもしれないです。例えばだよ、もし私が誰かのアシスタントに入ってて現場に行きました、その現場の後に監督さんとかさ、カメラ
私に直接お仕事が来る可能性もある。うん、そうですね。そうなった時に受けたい、うん、けどちょっと気まずい、うん、なぜなら振付師とかさ師匠の方の縁で得たお仕事だから、うん、っていうので、まあ、私だったらそういう場合は一応その方にこういうお話が来たんですけど、なんとかさんの縁で出せてもらえた方々なので受けたいと思ってるんですけど大丈夫ですかみたいな感じで聞くかな。もしねそれ何も言わずに公開がさあってさ、えみたいな、あれはその時のアシスタント同じメンバーってなったらちょっとさショックじゃない、うん、だからそういうところはちょっと気にしながらやりたいな、やった方がいいのかなって思いますね。そんな感じでまだまだね細かく言うとあるんだけど、最近思った、最近こうあった出来事から思った大事なことを伝えしました皆さんもね、もし今後そういう機会があったらぜひ取り入れてもらいたいなって思うし、こういう話周りの人にもぜひしてあげて、こう広めていってほしいなって思います。そんな感じでしたそれではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。